インターネットガバナンスとはインターネットの統治や管理のことである。ここ数年、インターネットにつながる国や団体などの利害、関係者によるインターネットガバナンスの方法や方針についての議論が激しさを増している。インターネットガバナンスを語るにあたって、インターネットの歴史を書くことはできない。インターネットは1969年にアメリカ国防総省配下の 高等研究計画局によって提案されたアーポネットから始まった。アーポネットはアメリカ西海岸のカリフォルニア大学ロサンゼルス校、スタンフォード研究所、ユタ大学、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の4つの大学組織に属する濃度を結ぶネットワークとして BBN テクノロジーズにより構築された。やがて衛星リンクを含むいくつかのシステムがアーポネットにつながり、 アーポネットは研究プロジェクトから実用的なものへと変貌した。これを理由に1975年、アーポネットは高等研究計画局から同じく国防総省配下の国防情報システム局に移管された。アーポネットが発展していく中で技術的な決定とその方法は一連のナンバーが振られたリクエスト・フォー・コメンツというメモにより文書化されるようになった。 今日でもアーポネット時代の流れを引き継ぎ、インターネット上の標準は RFC 文書にまとめられている。一方、アメリカの外では ITUT 韓国 X25 が標準となっていた。1978年、X25 を使用し、ヨーロッパ、オーストラリア、香港、カナダ、アメリカを結んだインターナショナルパケットスイッチットサービスが設立された。 イプスにはコンピサーブを含む会社や個人のメインフレームシステムが接続していた。1979年から1984年の間、ユニックス2ユニックスコピープロトコルで知られるプロトコルを使い、X25 接続、a r p ネット専用線接続を駆使し940のホストが接続されていた。u a アセ p は主にユースネットなどのネットニュースの配信に、 使われていた。TCP、IP は異なる、ネットワーク環境同士でも接続できるよう、1973年から1977年の間に高等研究計画局からの資金提供で開発された。RFC801 には1983年1月1日に、どのようにして、米国防総省が a r p ネ n e t のネットワークコントロールプログラムから、 新しい IP プロトコルへ移行したかが記載されている。同じ年、軍のシステムは a r p ネットからミルネットへ移行し ARPA インターネットでコンピュータの名前とアドレスを管理するためにドメインネームシステムが開発された。ネット上で知られている Gav, MIL, EDU, ORG, ードッ n e ットド t COM や INT といったトップレベルドメインや .jp や au のようなカントリーコードトップレベルドメインは1984年に導入された。1984年から1986年の間に米国科学財団により財団に所属するスーパーコンピュータのセンターを結ぶため TCPIP を使用する ZF ネットバックボーンが構築された。これらの複合ネットワークはインターネットとして知られるようになる。 1989年の終わりには、日本、オーストラリア、ドイツ、イスラエル、イタリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランドとイギリスを結び、16万以上ものホストを要した。1990年、アーポネットは正式にシャットダウンした。そして1991年に NSF はインターネットの商業利用部位を切り離し規制した。商業ネットワークのプロバイダーは、 相互接続し始めインターネットは拡大した。今日、インターネットインフラの大部分は民間により所有され、提供され、ネットワークトラフィックは、ネットワークの主な公設点で、インターネット標準と契約によりやり取りされている。1979年に、防衛高等研究計画局により、ネットワークの発展と、その監督のためにインターネット、 コンフィギュレーションコントロールボードを設立した。1984年にエクビーはインターネットアドバイザリーボードに、1986年にインターネットアクティビティーズボードに改名された。1986年、アメリカ政府はインターネット標準を開発し、それを推進するため、インターネットエンジニアリングタスクフォースを組織した。当初、 IETF は研究者によって組織されていたが、その年の終わりには所属に関係なく人員が集められた。IETF 内での意思の疎通はメールにて行われた。コンピュータネットワークの創世期から1998年の彼の島で国防総省に勤務していたジョン・ポステルは南カリフォルニア大学情報科学研究所のコンピュータネットワーク部の部長として、 IP アドレスの配分任務の監督をしていた。この役割はグローバルな DNS ルートサーバの管理も含めてインターネットアサインドナンバーズオーソリティへ受け継がれた。ポステルは RFC エディタとしても活躍した。IP アドレスの配分は IANA から4つの地域インターネットレジストリに委任された2004年新しくアフリカを担当のリルとして アフリカンネットワークインフォメーションセンターが設立された。1998年、米国政府省務省は、国際的な DNS 及び IP アドレスの管理体制のあり方について、民間主導による新組織の設立を調整。これにこうした国際的な取り組みとして、IFWP、インターナショナルフォーラムオンザ・ホワイト・ペーパーが生まれ、ワシントン DC、ジュネーブ、シンガポール、 ブエノスアイレスと連続して新組織のあり方についての検討会議が開催された。同年10月、ジョン・ポステルの休止の後、1998年11月に IANA の機能は、それまでの IANA の関係者など、インターネットコミュニティが設立し、その後アメリカ合衆国商務省によって認可された、カリフォルニアの非営利団体、インターネットコーポレーションフォー・アサイインド。 ネームズナンバーズに引き継がれた。ICANN の最初の10人の理事は、ジョン・ポステルによって選ばれたとされたが、これに対しては一部の関係者のみで取り仕切り、開かれた組織ではないと強い批判が寄せられ、ICANN はアメリカ合衆国省務省の強い指示もあって、18人の理事の半数の9名を、一般会員が廃止になった時には、最悪を想定させる状況となった。 ICANN はこれらの出来事に対し、意思決定プロセスを合理化し、現代のインターネットに適合した組織構造を模索しているだけであると発表した。他の論点には、一般的な TLD の管理と創造について、CCTLD の管理、ICANN の急激に増大する責任や予算の問題や、それを賄うために提案されたドメイン税とその支払い方法などがある。 現在 ICANN は公式にはアメリカ合衆国商務省の管理下にはないと主張しているが ICANN がカリフォルニア州の法律に依拠して設立された民間団体であることには変わりはないほか依然として DNS のルートサーバレコードの管理権はアメリカ合衆国商務省が握っているためアメリカによる実効的な支配は継続していると批判する意見は根強い また民間団体にインターネットの管理を任せることは問題があるとして主に中国や発展途上国を中心にインターネットの管理を国際電気通信連合や国際連合に異すべきという意見もある。2003年から2005年にかけて開催された世界情報社会サミットではインターネットの管理をどこに任せるのかといった点を中心に議論が行われたが 結局結論は出ないままに終わっている。2005年6月に発行された国連インターネットガバナンス産業部会の報告ではインターネットガバナンスを一家のように定義づけた。この定義については賛否両論がある。日本におけるインターネットガバナンスの取り扱いは政府としては民間主導を支持しており現状維持派である。2003年にジュネーブで行われた 世界情報社会サミットにおいても民間主導の立場として発言したとのことである。ただ、これと異なるものを含む意見を広く集めるため、総務省にてインターネットガバナンスに関する連絡会を開催した。民間では、主に日本ネットワークインフォメーションセンターやハイパーネットワーク社会研究所が中心となり、同問題に関する議論を行う場として、 インターネットガバナンスタスクフォースが設立されており、前日の総務省の連絡会にメンバーを出席させたり、世界情報社会サミットに意見書を提出するなどの活動を行っている。2005年11月、チュニスで行われた世界情報社会サミットの第2部での激しい論争の末、インターネットガバナンスの方針、原則について国際的に広く議論を行うために、 以下の2点について合意した。この合意に従い、2006年10月30日から11月2日に、ギリシアのアテネで行われる最初のイグフ会合の招集が、国連事務総長、コフィー・アナンよりアナウンスされた。またそれに先立ち、2006年5月22日から翌23日にかけてイグフアドバイザリーグループにより、 スイスのジュネーブレイグフで話し合われる議題について等の予備会合が行われた。スマートグリッドフォーラムインターネットサイエンスの歴史人物館連載インターネットサイエンスの歴史人物館レオナード・クラインロック2007年11月27日インプレス2018年11月10日参照。ありがとうございます。